俺と立ち行くことやるんだ。立ち行こうやるか。強さは自分でお前がやるのと同じぐらい返すから、もう今日はもうガチガチやりたくないなと思ったら自分でやると向こうは同じで返すから。自分がうまいよ、うまいよな、うまいよ。それと体力が待ってたら俺と遊べてやれな、ちょっと、まあ、うまいからさ見てみて。でも練習してるのめちゃくちゃうまいぞ。才能ある。あれだけやっとこう、そのいつもバーって打たれて追い込まれちゃうと下にいちゃうから、後ろに押していいんだから押して回るっていうことだった。それだけやっとけば。全体操終わったら教えて。それだけちょっとスパルやる前に。いや、もう、想像本もなくなる。
アウトボクサーで H 長いから基本離れてるんだけど、うん、これラッシュされたらガーッとこうやって自分が追い詰められてさこうなっちゃうと思う膝とか肘とか来るから絶対基本は基本入るの一番あとこういうところにも入るんだよこういうところに押し込まれるからこれのこと突き飛ばしてスペース作って投げ入れてもいいしバッと蹴ってもいいしスペース作ったらすぐに体入れ替えてとにかくこういうふうに詰められるのが一番陣取り合戦だから半分ここから半分は前の領土で絶対に相手はこっちに押さなきゃいけない嫌だったら足使えるんだから動き早いんだから回れば外に今日はだからプッシュ使ってみるほんと反則なんだけど別にいいから言ってたら押したり隙間作ったりあとは多分できるけどピコッと打つんだけど打ったらすぐこっちに逃げるんだから、うん、同じところにいるから相手も打ち返してるんだからお前は打つんだけど打ったらこっちの足こういうふうに逃げちゃえば相手は追っかけてもらうんですよね多分ナチュラルにやってるよ何も考えないそれなんだけど光とか和田みたいなのがガーッと来るとちょっと困っちゃうからそれも結構危ない下向くの一番膝が来るからね押す押すもう詰めないで押す足で本当前蹴りできる一番いいんだよガンッて入れるのがいいんだけどそれやったってですなんだっけ、昨日キースさんの何すか昨日枠ではいあ、デンプシロールかはいデンプシロールって要はさ、はい、下半身が使えないのさこういうふうに、はいはい、でこう入りながら打っていくのがデンプシロール、はい、これだけだと別にデンプシロールじゃないんだよ、はい、打たないとなウィービングですよねウィービングダッキングですよ、ね、8の字にかきながら打っていくんだ、はい、だから足を、ね、使えない、はい、ってことはお前が全部知るんだけど、俺ただ思いっきりドキックする、はい、多分いや、距離冷たい冷たくて、で、この辺分かるんですよ、うん、だけど、この辺だと V で見たらこういう、なんか打ち方になったんでだから、ショートだから、短い時は、はいはい、なぜアッパー打つかっていうと届かないから、はい、手を折り曲げて、ショートで、はいはい、もうやんないとできないだ相手も打ってくるから、はい、体を固めてインファイトするもうこの辺で蹴れるもんなんですか蹴れないだからもう、いっちゃうかなと思ってまあ、この前のあるよ、はい、この位置からの膝から、はい、でもそんなの、はい、無理、はい、筋的にも当たるし今日、思いっきり詰めてうん、うん、はい、はい、青山もね、想定して、はい、そうですねで、まあ実際入んないよね、ショートって難しいからですよねでも出してみるとガンガンってちっちゃいのでなんかあの僕、腕有利だと思ったんですよ、リーチが、うん、でもこの前のとかステップインとか被ってるじゃないですか、うん、だからあの距離いや、向こうのリーチ長いですいや、僕の方が長いと思いますいや、あいつの使い方は長い距離使えるからまだ長いけどね、はい、あとはだから、捕まえちゃうんですよこういうアウトボクシー嫌だったら、はい、とにかく何かで入っていって、はい、こっちのね、2の方でこれはこうされちゃうとちょっとできるこっちなんだけど、はい、で、ここで固めて、はい、でも組んだらすぐ膝入るから、はい、それもやんないと当日ぶっつけていってこうガーッていって捕まえてってやったら、はい、その間が殴られちゃうんですね、はい、ちょっと低いなこっち
玉ですね。全然ちょうどよくない、ここで。あ、そうですね、今直して。教えてるのは大体4割でいいって言われてる。力はですか。うん。その代わり、例えば蹴りだったら、はい、こっから先をこうブランってして、はい、サッカーのこう蹴りなんですね。はい。こっから先をパンッと走らせる。もう力なんて入れないで、はい、こっから先だけ走らせる、パンって。鮫島さんが蹴らせろって言って、うん、反射でこうやってやっちゃったら、あ、痛くなっちゃった。真っ黒になっちゃいました。あ、折れてます。いや、折れてはいないと思ってる。悶絶してます。まだこの前の公演とかこの前ぐらい、はい、落ち着いてられるかどうかでなんだよな。最後のランがいいと思う、倒されてもいいから、はい、前みたいに吠えて、はい、行けばいいんだけど、はい、10ラウンドに相手にじゃなくて、会場に飲まれないと、はい、ガーって周りにゲゲって言われて、はい、ライトもね、スパッと上げて、もう石川とか TJ とかすぐそこにいるんだから。でもネットでやった方がいいよ、あの花道から自分の音楽かけて入っていって、コーナーで、あ、自分のコーナーになって和田さんに呼ばれたら、コーナーに行って、で、一回コーナーに戻ってって言われて、こっからカンってなった時に何やるかってもう頭で決めとかないと、はい、もう向こうが何をしてきてもそれを全部イメージとして、向こうもジャンピングに来るかもしれない、はい、その時にわってなったらもう向こうのモンツボだから、そういうことしてくる人は多分あいつもやってくると思う、その雅と。そうっすね。要するに当たっても当たらなくてもペースが取れると思ってる、その時に、はい、簡単なジャンプリを見てれば別に受けりゃいいわ、はい、そしたら向こうのダメージを。そうっすね。逆にお前はもう一発ジャンピングになり、もうただの体当たりで走ってバーッと回して何がしたいんだって言われたっていいから、例えばこういうのいいやん、もう走ってロックワークをやるとかさ。こういう感じで当たる瞬間だけ逃げる。そうそう、力を入れない。自分で見るとあるけど、はいはい、まあ、そこがあって、ね、そうすると場合じゃカウンターになってるから、ああいったところを、ね、だここでもいいからやっぱ顎は隠してる。逆に立ち込みで顎さえ引いとけば結構外してくるって、はい、人は倒れないから、はい、
にはまあ美味しいんだよ、ワードをやられるんじゃないかっていう噂になってるから、毎日もね、カラオケなんか歌ってないで練習しようって前頼んだよって言われてる中で歌っちゃったら美味しいって言ったら一番美味しい。怖いですね、もう今日も、今日の夢、マイク・タイソンと戦ってるんですよ、うん、で、なんか超満員でインド人のグループがあって、うん、なんかそこでお前ちょっとタイソンの試合やる前にちょっとパフォーマンスしろってなんかわけわかんない、全部格闘技からの夢なんですよ。力抜いてる時一番面白いの、なんか企画でやってやるってやつより、ね、まあだらっと雑談してるよ、面白い。まあ、そんなもんね。ある意味一番嫌な相手だな、練習してないし。この前2時間やってて、坂本さんと、シャマジロさんと。シャマジロはもうカメラアウトが悪すぎて、なんだろう、わざとなのかもしれないけど。あ、いや、多分あれは素人という全然なんか他の人に伝えなかったなんか全然見えなかった。この時間に起きる癖つけるから、多分7時とか8時で試合。7時会場だからね。2時集合とかじゃないんでしょうか。知らないけど、お客さんは7時、あの7時開演ね。そうですね。だから7時半とか8時だから試合。いやー、やだな。
でもさ、追っかける側の人間だったじゃん、リアクする側の。最近なんか来られる側になっててさ、それが面白い。狙われる立場になっちゃった。窓ガラス。ジェダイでもそんなことするから、全然そんな口では言うけど。今日だからドレさんが煽ってたからだよ。なんかやったの？ジェダイが鮫島の家に襲撃して、のぞみさんの窓ガラスとか割ったりとかで、大戦争。やるじゃん。今朝煽ってた。あ、すいません。俺とお前には明確な差がついた。同期ではないんだ。邪魔してるんですか？もう帰る。マンスリーランキング勝負しようあいつもな、犯罪者に身をやつしたな。そうですね。え、だって通報されて捕まるんじゃないの？いや、だからなんか捕まるんじゃないか。なんか普通に逮捕でしょ。サメさんが刺すって言ってんの？せいだけど。いや、たぶんスギちゃんかモンちゃんか。ああ、言ってるんですか。普通にタコでしょ、だって。なんでサメちゃんがジェダイを殴ったみたいな感じで。ああ、そうか。ジェダイが連絡もなしにやっと地震に来てもカイナちゃんの構想を見つけて、ジェダイをサメちゃんが追っかけて警察のマナーの本当ジェダイを追っかけて、家の前を大会また警察フォルダー持ってる？フォルダーか。スタンドか。スタンド。スタンドあるんすか？1分。ああ、スタンドあります。はい、5分後ぐらい？もう多分すぐつけですよ。じゃあ、今、ツイッターで。こっちに集計の1分かかるわけですけど、BGM ある。今回すぐ、2分後になっちゃうんですけど。いいですか？いいでしょ、出してるんで。絶対ヒカルが一番隠さんみたいな。いやぁ、すみません。2000アンプリよ、ヒカルが来る。うるせぇな。白色のペンでいける人に参加しよう。シャズマ。シャズマ、懐かしい。殴る練習やったな。マジで殴る練習と打たれる練習と。あ、やったんだ。しこたま。しこたま。練習しないで。もうやめよ。また寝れなくなるから。ね、ちょいちょいやんの？これから。いや、また一回ぐらい。よし、それでいこう。いいぞ。そこでそこで。
なんかリンゴも新しく入ってますよね、すごい。突撃攻撃、突撃攻撃全員で走って、で、突撃攻撃がミット持ってミットやって、で、目慣らしやって、スパーリング。はい、です。よし、あの、走るの何分にしますか？2分。で、青山2ラウンドしかやらないから、光ると、はい、突撃攻撃。全部立ち替える。で、走った後何分ですか？うん、走った後もちょっと様子見てたけど、ちょっと疲れてるから、今日は2分。お、2分。まだまだですね、今から。今から集まる。そうですね、そうです。集まろう。合同練習で。うん、普通にスパーリング合同練習。よし、行きます。立ち込まれて。あ、もう始まっちゃう。あ、1時間遅刻で、来ました。ちょっと待っててくれてたので、皆さん申し訳ありませんでした。いや、遅刻して頑張りましょう、今日も集中してね。はい、あの、バイさんは、今日、まあ、二日酔いと体が悪いのでボロボロのため、あの、はい、今日しません。そう、バイさんね、今日来ないんです。よし、じゃあ、あの、よろしくお願いします、皆さん。切れた、入ってるっすね。さっさとこの世から消えろ。聞いてやろうぜ。どうですか？走らないですか？走るよ。いや、走りで。よし。みんな、あれなんですか、ストレッチとかは。もう落とせる。あ、落とせる。よし。あ、ここだ。じゃあ、落とすか。じゃあ、すいません、待っててください、皆様。あの、お待たせしてすいません。じゃあ、これからね、始めますので。まず、じゃあ、ランニングから。はい。はい、じゃあ、2分いきます。今日は、じゃあ、こっち回りで、俺と一緒に走ってね。はい、行きます。まず、マルチを走るから、サイドステッチもかけてね、実際のフットワークだから、こっち側もこっち側もかけてね、回りながら。まあ、いろんなとこほぐしながら、怪我がないように。怪しい宗教団体して。絶対足は交差しないよね、はい、交差するとその際に倒れちゃうから交差はしないの、同じ幅、はい、you
したら1分みんなでシャドウ。ソロボクシングももちろん正確に速くなんだけど、実際に相手が目の前にいるってことを想定して、ただこういうふうにやったの、相手がいて相手に打って相手も打ち返してくるから、それを避けてまた打つっていうのね。1分間蹴りが、蹴りのシャドウもできる人は蹴りも入れて、いただきます。もうこのままね、一緒でさ、膝から先をこう緩く使って足首はブランとする、こういう風に蹴らないで、こっから先だと走るようにね。で、ジムによってはこう打てって教えてるんだけど、実際そんなことやる余裕ないから、下から上の軌道でいいからね、もう実際に当てるって。そしたらこっから先だけ走らせて、こうさ、こっち、ここだけ速く、もう 40% くらいの力でやっとばい、軌道で。これ測りますか？まだ。まだですか？うん、それだと力が入ってる。はい。膝から下だけ力を抜いて。腹筋に力入れながら、腹筋に力入れて、サッカーの、そう、別に良くなってる。OK。シュッ！ヒカルのちょっと待って、力、膝から先だけを走らせる。はい。シュッ！あ、そうそうそう、今ないから。走らせる、もっと走る、もっと走る、シュッ、そう、オッケー、いい、そう、そう、それ覚えてる、シュッ、オッケー、すげえ、すげえ、おい、サッカーでシュッ、そうそうそう、それでいい、それでいい、それでいい、オッケー、逆マン蹴っといてる、左で、え、うわっ、左で、いいっす、オッケー、左、逆マン、っていうのは、ひやっぱり左に近いで、膝先だけ走らせる。あ、できる人はここでスイッチ1回入れてなんだけど、まあ、できない人は歩きながらね、こっから先だけ近いで走らせる。後ろを逃げちゃうと、逃げちゃうから前に少し走して、こっちで走らせる。こっから先だけ走らせる。腹筋に近い、足じゃなくて腹筋に近い、そう、オッケー、輪を向かって左側、こっからストレッチしてもらって、そしたら、光最後で技を振ってる、それから光ね、ニット、はい、で、辰彦が指示するから、辰彦の指示で、はい、最初、ジャブ、ワン、ツー、まあ、打ちたい人はワン、ツー、スリーまで、はい、と、蹴り、左右、もう難しいことしないで、わかりました、もうこっち10本、こっち10本でもいいし、はい、ノーキック、こういうふうに受けてあげられるんだったら、はい、肘大丈夫、ロッカーここなんですけど、ここで。オッケーです。オッケーです。大丈夫です。
2分で、うん、2分だね。はい、行きまーす。お願いします。ショートアッパー、ショートアッパーで、うん、ワン、ツー、スリー、最初まずアッパー、左右、まず左から、まず左アッパーは、左アッパーはこっちの膝が柔らかくつかない、一回沈んで、はい、ここ脇はこう開かないで、はい、なんていうの、肘をお腹にぶつける感じで、はい、グッと入って、で、ここで伸びるっていう、まあそうなんだけど、今もう軌道がこっちに抜けてんじゃん、はい、じゃないんだ、こっちに左絞るし、はい、こっちに絞る、そうそうそう、膝が硬い、今度逆、右アッパー、うん、そっちはいいよ。で、反対の方で必ずしっかりガードしとかないと、はい、カウンターで合わせられる、30秒、ちゃんとグローブで顎を引いとかないと、今もう打つたびに顎が上がってる、ワードでもう一ラウンド、硬い、これも一緒なんで、パンチと一緒、これも当たる瞬間にグッて握り込むだけで、こんな力入れたら当たんないよ、もっと抜いといて、こうボウリングみたいに、こういうボウリングみたいに抜いといて、当たる瞬間だけガチ抜くね、2分測ります、いきます、テンポ一緒だ、ワン、ツー、スリーだ、ワン、ツー、スリー、パンパンパン、パンパンパン、うん、遅い、パンパンパン、そうそうそう、パンパンパン、そうそう、肘持って上げて、そう、うん、そう、うん、もっともっと膝の力を抜いて、膝先に走らせる、もっと走らせる、もっともっと膝の先硬い、全然走ってない、サッカーボール蹴るんだ、そう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 、逆、左、大きいから端っこ端っこ、膝先を端っこ、パーンパーン、そう端っこ、最初と最後ね、ちゃんと挨拶してね、お願いしますっつって、できまーす、はい、
絶対頭痛い。
ボード練習する、うん、強くなってたら絶対ベンちゃん準備できた。ベンちゃんまたミット見てもらって、ベンセイエッツ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 落ち着いてないとかの言い方は落ち着いてください。何でしょう、まだ、まだ上手です。レッドイこの台やばいです。ファールカップはするよ。だってボクシングだからいらないじゃん。うん、いやでもローブローバーないよ、ね、誰もそんな技術ないじゃん。皆さんお疲れ様です。だったら付き合う。そう、脱ぎ雲とで、1番脱ぎ雲と、うん、2番はと、3番が何のくらって使うの、この2人がやんないように。はい、僕、いいんですか。いいんです。え、またこれ何があるの。これは目慣らしって言って、今、脱ぎ雲とやってみせるから、口紅より見せたから。そのいやそうすごい嫌そうな顔してるんだ。えっすごい嫌そうな顔してるんだ。スタミナが、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 コンドームじゃないから。バースピースは何味なんだよ。持っていけられたんですか。そこに立ってたいいマスロット。結構入ってます。はい、日本を痛い。まずよく見て、こんぐらい、目慣らしはこんぐらいでやるんだっていう、はい、手数とスピード重視で、自分のディフェンスとかの確認が、タイムいらない、はい、もう本当に、こういう感じです。これが打ったら、ちゃんと突っ込んで、あれがない、なんか、それを返して、はい、もう打ってるっていう、自分のね、確認が、はい、コンビネーションの確認だったりとか、はい、返したら、こっちに返して、したらこっちも返して、はい、こっちも返して、はい、これくらいだから、本当に目慣らしてます。 C クラス、B クラス、A クラス、 A クラスの次は今日は B クラス、タイムかかってやっていくよ。 C クラス、B クラス、 A 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 クラス、まずは顎引く姿勢をつけて、頭も少し振って、そう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 。これができないと早くなんてもっとできないから、優しくやってくれてる時に練習を試してみる。はい、入っていく。当たり前だから、相手も打ってくるのか、それも想定しながら。それ見合わない、見合わない、そんな場面はないんだから。足止めてずっと見合うなんてことは、コーナー背にするな。押して回る、そうそうそう、押して回る、手で押していいから。今日は膝回りね、軽くね。30秒。
土曜日は、そんな場面ないぞ。足とかと似合うなんて。じゃあ、わざを抜けてやってる。と、なんでこれぐらいで辛い顔してるんだろう、やつ。はい、行きます。でももうスピードつけていいよ、もうちょっと。これ避けてくれるか。反応な、お互いの反応。次引かれない。準備準備。足はグラス。あ、すいません。日焼けすごいですね。日焼けしたし。やばくないですか。出たらいいんだぞ、どんどん出て。あ、それ打たせなくてカットしよう、ちゃんと。ナイスカット。めっちゃ強いよ。
マジよ、そんなことめっちゃいい。光るとは、光るとは、今みたいにスピード重視で、自分のディフェンスとか当てようって言われて、次の、スパーリングのために目を慣らしてた。はい、いただきます。お願いします。スピードはいいよ、出して。そう、体調悪い時でもそれなりのパフォーマンスできる練習してます。まだ見すぎ、見すぎ、もうもらったら行かないと。これ多分そのガードの方がいいな、そっちの方が実際に向けるから。前はアウトボクシングだったから、はい、いっぱいでいいのか、手は怖い。ナウスナウス、いいよ、ボビー狙ってください。いいよ、いいね、いいよ。いったん、お互いね、来たパンチをさばいて、そうそう、避けた後だよ、避けるのはいいんだよ、避けた後、チャンスなんだよ。避けて下がるんだ、避けたら、はい、止まらない。バッティング怖、バッティング怖と言って頭から出てくる。何でしょう、うぇー、すげー、膝、膝、腹に、腹に、膝、腹に。首相撲はね、3秒ぐらい、あとあ、タイミングキャッチも1秒ぐらい、あと新レスリングも当てる。オッケー、それぐらい。ベンチャーミットだ、これミット、うん、やば、これで通行してる。めっちゃ詰まってる。この子の方がいいよ、この子がいいよ。前回より元に戻した方がいい。はい、先生、うわー、フォーク結構いるね。これめちゃくちゃ見える。あ、ちゃんと見えてる、パンチ。だからゆっくりやる、ゆっくりやる、うん。アップも何もしてないんだから。いいですか、これやったらどう。お願いします。さすがカメラ回ってるから。さすがカメラ回ってるから。気になれる、いいですね。気になれるパンチが切れてる。さすが配信者。ちょっと緊張するよ、ちょっと緊張するよ。さすが合宿の、合宿の成果だ。でも僕見えるな、ね、やっぱお前より全然多いな、キレイな、違うよ、もうすごい、綺麗だもんな、綺麗だもん、当たったら倒れるよ。左ストレートももうジャブジャブみたいな、威力強いっすね。基本できてる。ゴリラでしょ、これ。さすが調べてきたな、やっぱり2週間で。見た見た、このガードの硬さ、どうだりしない。戻してますね。いや、打ってる反対だよ。はい、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 開いちゃうんだ。ちょっと待ってください、スモークみたいになってる。すごいな、重いわ、こんなの来た。熱いって、おぉ、重い、重い、重い、あと、あと何本、腕のペアに行くんだよ。もう1分、あと30秒です。いや、もう終わり、終わり。
ありがとうございました。ありがとうございました。やばっ。では初期2人に連れてもらって、はい、徐々にじゃあ2人あと何分あるの？あと30分30分じゃもう9時半から大体9時20分まで入れたら、パニーも覚えてるし、俺もプレッシャーかけて、こっちでも嫌だよ。何もできなかった。インファイトの構えは、これと同じやで。そう、まあ、連長さん、マイク変えたんですね。かっこいいっす、こっち。マジで？はい、短いとこは。あ、なんか、ちょっとね。あ、そうだね、あの、そんなの。あ、そんなっすね。短いとこ、かっこいい。まあまあ、だんだん仕上がってはいるんだけど、もうやっぱりみんなね、あのそれぞれのトレーニングの疲れのピークにちょっと来てるのね。まあまあ、まあこの後スパーリング入っていくけど、宿泊先の山田が帰る。ちょっとまあ様子見ながらね、ちょっと怪我しちゃうとあれなんで、若い2人は全然大丈夫だけど、疲れてきてる。これサボってる感じじゃないんだよ。やっぱりあのそれぞれトレーニング光る飲んでる飲んでるって言うけど、毎日ジムでサーキットやったり追い込まれてるから、だんだん疲れが。長崎さん、お疲れ様です。27分ですけど、どうしますか？30分から出ますか？それとももう始めますか？まあ、みんなしたい。もう今日そんな時間ないよ。はい。ね、一番ね、光ばっか使ってましたけど、じゃあ、光出るかな？うわぁ、もうやだなぁ、もう。だって出るしかいないんだもん。あと、俺とかだよ。俺とか立ち引っこだよ。立ち引っこもう。もっと強くなってるよ、この前は全然やった。びっくりしたね、光。光は、距離が。で、一ラウンド目はね、光対デルチャンピオン。前についてきたから。今日ね、金ちゃんね、油性なんかで体中にブラックされちゃって、それが消せないから来ない。バカさんにブラックされたんですか？そんな理由があるんだ。普通にね、ラクラクされたって練習できるの。ベンちゃん、3つぐらい間開けなかったらできる？いいよ。なんか、間開けて1本やったらね。もちろん、続けてじゃん。なんで？ないね。あ、なんで今回です。今回の人間。人によっては2安打続けたいから、それ希望すれば。スタミナ練習だったら、2個続けたほうがいい。悔いのないわけよ。そしたら時間半だって第1ラウンドは聞かれたい、デルチャンピオン。それで今日は少しあのお互いテンション上げていくから、蹴りはもう6割7割ぐらいで蹴っていいよ。怪我しないよね。パンチっていうか頭部だけはちょっと気をつけてね。あのお互い体が甘いから。で、膝はね、もう本当軽く片腕のコースはこれぐらいまで振っていけば、ちっちゃいの、はい、16コースです、でかいから。これピンクがさ、ピンクこれ、ピンクいい？あ、いやいや、みんなであの、テレビも膝出していいよ。出さないと、いつまで出しても使えないから。そのタイミング出さないの。いつもは時間でドルさんがさ、止めちゃった。3秒ぐらいで。
あとキャッチもいつまでも掴んでると、じゃあ試合だと1秒でいるから、相手の足こうやって手でキャッチして攻撃したらもう離さない。続けて試合どっちかありますか？手は抜ける。じゃあインターバルやるかやるか、インターバルいくんで、これも抜ける、抜けて次、じゃあインターバルなしで、じゃあ次ワードと脱出です。で、脱出1個睨んので、はい、次レンちゃんと、いや、もう意味できないんだよ。あ、買ったんすか？もらったんすか？イフでバス、これでもなんか合わなくていい。バスですか？あ、安いからもうスパーみたいな。少しこう、隙間上げて。もう青山も思い切ってるんですか？だって、やったことないから、やりたいっすか？やっときたいですよ。危なかったって言うから、ちょっともちろん緩く。一回も行ってろ。駅からもう来ると思って、はい、しっかり。怪我しちゃう、怪我しちゃう、ちょっと2人ともヘッドケアつけようか。一応な、一応、今はね、それ1ラウンドやってみて、ヘッドケアだったらもう試合と一緒で、練習で怪我したらつまんない。ヘッドケアも嫌なんだよな、ヘッドケアな。マスクだ、そうなんだ、歯折れちゃう。息抜けない。青いのなかった。青いな。和道の鍵いるかな。一応ね、試合はヘッドギアなしだけど、練習で怪我しちゃってやるだろうな。強めに。で、まあ希望者光ると。そう、光るだけ次ラウンド外したかった、外してる。はい、そう、外さない感覚ってはどうなの。はい、じゃあ行きまーす。レディー2分ね。はい、行く前に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 行く。押せ押せ押して回る。そうそうそう、回る。上に飛ぶしかないんだ、飛んで。ワンランクしてない。ワンランクしてないんだな。もう膝がね、多分ね、こうね、なるよ。試合はワンランクしてない。で、捨てても、マジ怖い。本当ね、ちょっと上げた足が当たっちゃわないで、こうなってめっちゃくる。というのはパンチすごいぞ。あれでやれない。はい、じゃあ再開します。でも光もカウンター入ってんだから全然あれビビることはできないんだよ。お前もいい角度で当たってんだから。早いな、こっち。そう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 、それそれそれ。ガードガード手前、ガードガードってやられてるぞ。足を離すんじゃなくてガードガード相手手を前に出すんじゃなくてガードしろガードしろ。はい、ブレイクブレイクブレイク。今までさ、今の膝めちゃくちゃ有効だぞ。これ疲れた時にこうやって話すと心がなんもないから、そういう時だ。残り時間1分、光油断しててやられちゃうぞ。はい、集中しろ。前だったらあんまですか。ナイスオーナイスオー。そこでカード、そこでカードだぞ。てんちゃん、そこでカード、あのボディ、ボディ入れて、ボディ入れて、そうそう、ボディ入れて、ボディ入れて。離した離した、ホールディングダメや、ホールディングダメ。相手が首相撲してきたら、もうそれ突き放すんじゃなくて、ボディーどこ入れて。30秒。いいね、入った。しかも顔振りましょう、顔振って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 、セプンで、振って振って。ああ、アメリカで笑っちゃダメ。そこでボディ、そこでボディ入れる。キャッチャー1秒、キャッチャー1秒だよ。あっ、セプン、セプン、セプン。足を持つのは1秒。最後、お互い最後、ワンナッシュだよ、ワンナッシュ。振って、10秒。さあ、行け行け行け。おいおい、パワフル、パワフル、パワフル。おいそう、すごい。まあ、パワーはな、あまり。おい、はい、ちゃんとグローブ合わせて、最後えらめっちゃすごいよ。えらい、ちゃんと抜けていいよ、一回。もう、取って、取って、取って。まずい、行け行け。
はい、よいしょ。オッケーです。二人とも足が痛くない？全然大丈夫です。今ぐらいでも大丈夫そう？あ、全然大丈夫です。ジャンキーは首相撲されたときにこうやって話そうです。首相撲されたときに。あ、ずっと2回。じゃあ、インターバル1分で。1分。光が首相撲からの攻撃が押さ。首相撲で押さえ込んで。はい、首相撲したら、すぐどこで腹でもいいし、足でもいいし、光が痛む。もしくは、もう格闘技なんてただの喧嘩なんだよ。何言ってんだ技術中この野郎。おめえらに喧嘩見せてやるからやば。やりたい。体が守った。準備できたら OK 言ってください。OK です。OK ですか。無理です。いきます。2分です。お願いします。蹴りはな、少し蹴ってやってくれ。もうちょい抜こうな。抜いてやってくれ。わざわざそうやって待ったら来るんだぞ。行かなきゃ自分から。そう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 。自分から行かなきゃ。そう。お前攻撃する限りはやられないんだよ。スピードで超ビームで超ビーム。
ラオラオラオあと何秒まだ30秒前です30秒前30秒覚え30秒ゆっくりでいいから準備できたの
青山もあれ抜きでやってみる？簡単だよ。ヘッドギアなしでやってる？なしでやってると、セキュリティと思われないから。じゃあ顔はちょっとなし。顔ぐらいの。はい。何もちょっとあるね。相手の打ってカウンターで見る。膝は転換でタイミングがあってもう詰まなくていい。あ、そんな展開ないんだから。あ、もう相手がこう頭で入ってきてる時に合わせる。はい。ちょっとこうやって。でも蹴りは本気でいくよ。あ、そうなんです。待って、ちょっと待って。あ、こっちもう絶対だよ、こういうのやりたかったらもう一回やる。はい、終わりだ。あと、こっちのことができるから多分情報に出た。こっちの前は OK、いいよ。いただきます。でも全部最後に分かんない、全部どっちで来るか分かんないけど、完全出身者だね。怖がらないって言ってほら当たんないよ、そこで言ってても。はい、踏み込まない。そう、ナイス、ナイス、ナイス、トレンド。おい、そうそう、ゴール、足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 、はい、あと何分？あ、44秒です。残り、はい、もうあとそんなにないぞ。もう一くらい作れ。30秒。もう一くらい作れ。倒せ倒せ。はい、ナイス。おい、あ、疲れてる。練習遅いって思われた。おい、ナイス。ナイス。あれは痛いわ。あれは痛いわ。はい、あと10秒ほら、出して。はい、ラスト10秒だ。出し切れ、出し切れ、いいよいいよ、うまい、じゃあベンちゃんとヒカルでボクシング。オッケー、ラジーマパスラジーです。ラジーマパスラジーマパスラジーマパス蹴りたかった。ボディ出しちゃうと力でボディ来ると思わなかった。ヘッドギアはやばい。あ、俺、じゃあ俺寝ます。いいよ、大丈夫。ステムロシャンと。ボクシングの勉強になるからさ。手首気をつけて。もうみんなバラバラで打ってるから、正確に打たれたの避ける練習少ししないと。マスピースした方がいいの。今度はキックと違うから、クラウチングっていうか、まっすぐ立ってしっかり体を上げとかないと、もうお前のガードの間をくぐってボンボン振るよ。その左ジャブがもうストレートなんだから、まあ軽く当てるぐらいで。はい、どけましたか。で、光が来たと同じぐらいで返すね。あ、じゃあ、まあ、俺が今日受けて返すみたいな。でも、それなりの技術持ってるんですか。いいですか。いただきます。おいしそう。ちょっとな、勝手が違うけど。なんだ、光さん、じっとしてたら的になっちゃう。頭振ったりして動かないと。圧力はね、出えへんね。目つぶんない、目つぶんない、絶対目つぶんない。目をつぶるな。
打たれた時に動かないと、じっとしてたらさ、動け動け。すごいな。どうぞ、そう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 、そうやったし、そう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 。光るいいぞ、光るいいぞ、いいぞ。そうそう、いいぞ、いいぞ、いいぞ、うまいうまいうまい。それでいいぞ、光る。自分だけ打ったらすぐ動け。そう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 。ナイスコンボ。自分だけ打ったらすぐ動け。それでいいんだ。
ダメだ、確かこいつのためにならないぞ、確かそんな展開ないんだから。あ、いい服だ。フックするときに反対の音がガードあると右で、右で倒されてんだぜ、お前。右で止めてもらったんで、ガードガチャガチャだよ。おい、ガチャブレーク、ブレーク、今疲れて、疲れて、行け。もうこいつ動けないから行け、行け、ワード。今ちょっと早いけど、みんな上がっちゃったから、今日終わりよ。あとじゃあ、便所になんか技術的なこと聞きたい人とか、便所から、じゃあ、プロデューサーからなんか、一人一人気になった音をさ、一人一人気になった音を、だって疲れてる。まあ、みんな、どれ、中入ったよ。ちょっと、中入って。シュチャミンはな、構えがさ、前傾なんだよ。体伸ばしてる感じで。それと足が上げづらいな、うん、もうちょいこう上半身上げて、常にいつでもこうカットもできるし、コイントもできるぐらいに、ちょっとこの角度上げた方がいい、うん、あ、でもこうなってるから顎開いてんねん、相手の方見るじゃん。そこを構えて、いつもここに構えて、そうするとポンとこう当てられる。だいぶちょっと上上がってこう顎引いてた方が、顎が引く目は相手の方見る。怪我した方が、怪我した方が、攻撃するの、攻撃とか、もう突っ込んでボコ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 、反撃された時はちょっと弱いから、そのぐらいが気になるからね。手はスキースキーになれない、今さらは変えられない、今のマンビル、そう、玉次郎と練習するけど、そのままでいい。あ、しよう、ちょっといいですか、ワードが死ぬからね、光るか、はい、やっぱり良くなったよな、意味だったですか。やっぱりこうでも、はい、自分が押してるときやから、ラッシュしてるときやから、ラッシュして、疲れちゃう。だからさっきも言ったけど、このぐらいのスムーズキック、自分にこう、フットワークする、体重移動、このぐらいのスピードで殴ってれば、相手は感じできないから、無理にこう、速くなると、呼吸止めてるでしょ、呼吸止めてラッシュしてると疲れちゃうから、呼吸しながら、一発だと思うのに入れれば、ガードの上からも効くから。はい、ありがとうございます。どうも、あとはい、まずじゃあ、反対の手のガードで、はい、ジャンプ出した時は、はい、ここでね、はい、ストレートの時は、はい、フックは、はい、それが、いいフック打つのよ、はい、今もいいフック打ってんだけど、はい、ガードがここなの、はい、それで打つと、ここからの、はい、こっちはガードされて、はい、こっち食らったりとか、はい、キックだったら膝が来るから、はい、打った方と逆の手は必ず、はい、あのね、顔にくっつけてる、はい、前でもいいし、横でもいいし、どっか顔にくっつけてるのに、打ってる方、はい、打ってない方は顔にくっつけて、そっから次の一発を出す、はい、ワンツーだったら、はい、そうだ、この時こう下がってると思ったらツーじゃなくて、はい、くっつけた、右でこうにくっつけて、こっから腰で打つから、はい、そうそうそう、はい、で右出してくれたら左手はこうかって疲れてきたんだけど、はい、逆にくっつけてる方が、はい、ちょっと引っ掛けてる感じで、はい、腕重くないから、はい、でくっつけてる上から叩かれても、はい、そんなに痛くないから、はい、鼻のガードに行くし、本来の上に16本線、16本線ここにくっつけてれば鼻に当たることだな、はい、で出した後は戻すし、はい、引かれちゃった時に出した後はカウンターが怖くて、はい、手が出なかった、はい、あれは出した後に、はい、ガードが下がってたりとか、はい、ガード戻すと遅いからここにぶつかっちゃう、はい、それが怖くなって自分からパンチ出せなくなっちゃう、また変えたらどうしようって、はい、出すよりも戻すと、はい、出す時は出すよりも戻すことで、はい、また考えようね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそしたら一回みんな上がってさ、最後まあ一人試合への意気込み語って、しんどいわ。
今日最初からしようと思ったんだけど、みんなどうする？6月はもう一回やるんだけど。絶対やるよ、平田さんも来てるし。最後のね、最後の2日間ぐらいは、ちょっと疲れ抜けた方がいいね。だからちょうど1週間前だから。6月4日。もらえた。4日。4日は空いてるかな。もらえた。決まりだったら次はまあ、その、おのおのさ、疲れてるのあんまりやりたくないっていう人と、試合直前だからガッツンって行きたいっていう人は今日ぐらいやってもいいから。だからその、そこで怪我しないようにしちゃって。うん。そこそこ技術上がってる。この後アメリカ人もあのサーキットトレーニング。めちゃくちゃ失礼されてた。こいつの腹をなんとか。ロープワークがね、さっきの。ロープワークして。受け身から。そう。ほら、みんな入って最後さ。じゃあ、ちょっと光るから。はい。あと、じゃあもう一回やろうね。6月4日に最後。最後。コード練習最後に。小倉康三枚三日です。6月10日、まあ、ちょっと今これでみんなで練習して、まあ、練習の成果を見てもらってると思うんですけども、まあ、あの配信的にも、まあ、会場の、あの、いう人たちにも、あの、みんな盛り上げていくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。負けないように頑張ります。この辺りも2人だよ。もう今日お前に対するコメントバカだったぞ。3ラウンド以内に決着がつくと思います。はい、ごめんなさい。よし、よし、まあ、見てる通りスタミナがないんで2ラウンド以内に KO を取ります。お願いします。おー、ね、KO 宣言。今日最終回と思ったんだけど、まあ、キリちゃんいなかったし、まあ、試合1週間前なんで、もう1回だけ、最後、6月4日に、あの合同練習、最終回です。その時もまたよろしくお願いします。皆さん、最後にリーグをありがとうございます。じゃあ、プロデューサー、締めてよ、最後。そうですね。アメリカ人とかね、協力してくれる人もいて、ね、俺の方も協力してくれる人もいたんでね、練習できたんで。最初みんなが思ってたよりは格闘技っぽくなるんじゃないかなとは思ってる。最初はもう本当なんかあの素人の喧嘩になると思ったんだけど、ちょっとは格闘技らしくなったんじゃないかなと思って楽しみにしてます。じゃあ、ルカスとかよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、この後はベントさんのご要望で打ち上げ。いや、その前には俺とアメリカ人なの。
ゃああと科学時片付けして、そうね、終わりましょう。行きますか。うんうん、であとあの多分便所さんの枠で皆さんやる。いや俺の枠はいいわ。嘘はせずにすぎだろ。それであとまたよろしくお願いします。入んないんだよ。主権さん通知プロサポートお願いします。はい。あと便所さんの枠でお会いしましょう。まあいいけどね。ちょっとね。嬉しいです。はい。じゃあお疲れ様でした。じゃあみんな、皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。せっかくアメリカ人も出ないんですよ。ありがとうございました。お疲れ様です。全然分からない。自分も分からない。グランプライズどう返したらいいの？お疲れ様でした。お疲れ様でした。私がちょっと寝ません。はい。グランド取られたらどう返したらいいの？グランド取られたら、うん、マウントとどマウント取られたらマウント、じゃあマウント取って、はい、マウント取られたら、はい、こう持ったらどう取ってる？いつもこう、こうなられて、うん、そう、ここ入れてんじゃん、はい、ここにこうやって、はい、膝入れて、はい、もうすぐじゃん。ああ、そういうか相手だな。それ、エビの動き、エビの動き、エビの動き。こうやっていったら、したら、はい、スクワットでガードしつつ、はい、膝を押さえて、はい、横になって足一本抜いたらクロスガードでしょ。はい。そしたら今度こっちをこっちを抜けば、あ、ガードポジション。ガード。ほら、こっちの足を片足を抜け出すことです。まずは片足を。はい。なるほど。肩ブリッジは返せないよ。はい、うん、思いっきり体重乗ってれば肩ブリッジで返せるけど、はい、今の乗り方だとほとんど体重乗ってないじゃん、はい、でも自分は起き上がれないじゃん、はい、で殴られてるじゃん、はい、片っぽ足、はい、片っぽ足がボロボロっすよ。ハーフガードになったら、はい、やばいっすね。こうなっちゃん、はい、こうなったら殴ってた方がいいよ。この膝ここに入れればいいんだよ。別に殴れないです。殴っても効かないじゃん。入力して、こっち動かさないようにしたら、はい、されうわっ、すげえ。回転したすごっ、初めて見た。やっぱケアも返しないと。これ、これ何つけたらガード、こちらはクロスガード、ハーフガード、はい、うん、なんかクロスガードしないの、はい、自分も動けない、はい、だから俺は相手が座ってる人だったら、はい、しゃがみる、はい、ここ俺これがあ、はい、やってないこれ、あ、これだいぶコントロールできる。あ、すごい殴れるしここから立ち上がることできるんですか？俺は、俺がはい、できるよ。どう片足、こうやってあ、立ち上がる。いつでもこれは一見上になった方が有利で、こっちが有利だ、はい、そうなんです。殴ろうとしたって。ではもう何も考えない、今のまんまで。うわもうおぉ無理、これは無理もう曲がれるから。これはすごい。これは解けない、こっち。フックガード。足のパンチもらって。ここを、膝裏ぐらいに引っ掛けて、はい、やってみ。ほんと。まあ、で、はい、こっちを押したすねで押したり、押したり、あの逆に復帰したら引っ掛けて引っ張ったら、そうです大丈夫、こっちを打ち返すから早いな。弁当の時にやったら自分の攻撃するんだけど、打ち終わったらもうほっとこうやってずれて、そのままに動きゃいいんだよ。それが途中で気づいたから自分の状態が甘いんだな。だから脇を締める、はい、おそうするとそうするとね、超来ちゃうと、はい、ここ切っちゃう。ここを締めすぎる。相手はさ、ついてこなきゃいけない。痛い。また光の攻撃を締める。はい。宮田さんは難しい。宮田疲れるしな。宮田君は何もない。パンチいい、パンチ早いし、早いできるからいい。めっちゃ早いできる。今日はどっか行ったかな、サンダで。これ光のいいカウンターなんですけど、ちょっとグラスなの。ちょっと、あれは意外だった。一瞬待ってね。フラッシュ待って。止まらなかった。あとタックルされた時だね、はい。タックルされた時に、はい、どうするの、ね、前がちょっとやったじゃん。はい、タックル来て。こことここ消さねえ、消さねえ、消さねえ、それでグッと、うわぁ、見えかっ、こらしい、やばい、だからバーって、あの、この前ね、バーって、あれ、あれ、あれ、私も50万ぐらいもらった、まずかった。あんた、変則だけど、同じで、この状態で、こっちの手を、はい、後ろに進める、
これ自分の手を握って、ここを締める。柔道の袖車って袖を掴むけど、自分の手を掴んで、自分の手を掴んで締める。多分宮沢は多分10年、20年、20年だと思えないと思う。俺は見る方がいい。競技は見る方がいい。はい。打撃しかできない。今パンチだよ、パンチを。パンチはキャッチして、キャッチする、はい、キャッチで、キャッチしたら、はい、この状態にこっちで、うわっ結構と聞こえる。これも試合中で、まあ、パンチじゃなくてもいいけど、はい、体格の手だよね、体格、自分のこうやってここを使った、はい。もう疲れるの殴っていけるんですね。はい、カードでカードで下から水飲むんですよ。そうだ、それこっちに禁止なんですよ。バッチか疲れるの絶対疲れると思う。肩関節が決まりそうになって倒れなきゃ終わらない。体格を掴んで、その下から首相撲取る。首相撲を取ってこっちに、こっちに、そうそう、おお、護身術みたいな。あれ護身術みたいな、あんなん言ってたら簡単なんで。アナキが掴みやすいな。こっちの方も。袖掴んじゃって。あ、袖掴んじゃって、襟掴んじゃって、はい、これこっちじゃなくて、そう、こう。やるよ。もう、絶対路上で喧嘩してたら。ベルトも、ベルトいい。誰かベルト調べしてないんだ。そう、ベルトがあるじゃん。ベルトバッテリーがあるじゃん。ベルトベロンってなってるの、掴むの、ここで。ね、はい、ここで掴んでこれグーッと上げると、勝手に片足上がったんだ。そうしましょう。うわっ。なんか今日俺すごいスタミナ要因とすごい人だったというか、だからあの洋服で喧嘩してたんだ。お前もエスカルブだってエスカルブだから少しずつ食べるって意味があるやん。まだ元プロ懐かしいじゃん。すいません。ランク10年なら分かるけど、まだそれも若いのに。はい。分かんない。体が重くてつくな。みんなの汚いからね。みんな全体的に少しだと思うんですね。よく、よく黒さと海岸がサモアだった。ラークパンツ。ラークの現地人みたいなのからさ。火焼けたい。焼けたいけど。腕時計のところだけ日焼けしてないんだから、アメリカ人、腕時計のところだけ日焼けしてないんだから。パッと4回も昨日の3キロのトレーニングで、うん、腕がもうやばいっす。久しぶりだったな。二の腕がもう